ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日から1年4ヶ月近く、国土を占領されながらもロシア軍の攻撃耐え忍んだウクライナ軍は、2023年6月初頭から奪われた国土を奪還すべく反転攻勢作戦を展開したよね。作戦開始から4ヶ月を経た10月になっても、西側諸国の軍事専門家の多くやメディアが予想したような快進撃は見られず、ウクライナ軍の前進は遅々としているため、一部では反転攻勢は失敗したとする声も上がっていたが、進撃速度は遅いながらもウクライナ軍は東部戦線と南部戦線において着実に前進を重ねているぜ。さて今回はロシアの継戦能力低下に伴い、ウクライナ軍のクリミア攻撃が激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。反転攻勢作戦の大きな目的は、2014年にロシアによって一方的に併合されたクリミア半島の奪還であるとされていて、特に南部のザポリージャ州での反転攻勢軸はアゾフ海に近い同州の交通の要衝であるメリトポリまでを奪還して、そのクリミア半島とロシア本土との平坦補給路の一つである陸の回廊を遮断することにあるんだ。このザポリージャ州の戦線ではメリトポリの北にあって、やはり鉄道路線などの交通の要衝であるトクマクの奪還が重要視されている中、ロシア軍はザポリージャ州のウクライナ軍支配地からトクマクまでの間に、塹壕や遊の波と呼ばれる対戦車用障害物と高密度に地雷が施設された広大な地雷原などによる、三重の防御線を構築していたため、ウクライナ軍は時間をかけて地雷原を越え9月中に、そのうちの第1防御線を突破して、第2防御線に到達したかあるいは突破したと報じられたよ。このことでウクライナ軍はクリミア半島奪還への足がかりが見えたと判断したのか、ここに来てクリミア半島のロシア軍の兵器庫弾薬庫や兵站補給関連施設などへの、ミサイルやドローンを用いた攻撃が激しくなっていると見られているが、これにはウクライナ軍の作戦が着実に進捗していることを示すことの他に、クリミア半島からウクライナ南部のヘルソン州への兵站施設や補給線橋梁などを破壊して、ヘルソン州への補給を断つことで同州に駐留しているロシア軍の戦力を削ることにあるとする見方が多く出ていて、ウクライナ国立戦略研究所の研究員であるミコラ・ビエリエスコフ氏は、現時点では、地上軍による反転攻勢と、各地で実施されているロシア軍兵站施設や補給線これらのプロセスは並行して進んでいる。として兵站拠点としてのクリミア半島が弱体化することで、ウクライナ軍はヘルソン州やザポリージャ州を占領しているロシア軍への対処に注力できるようになると述べたぜ。ウクライナ軍によるクリミア半島への攻撃や以前にも実施されていたが、9月13日にクリミア半島のセバストポリ港にある、オルジョニキーゼ艦船修理工場にウクライナ軍は巡航ミサイル10発を発射したとされ、そのうちの7発はロシア軍が防空システムによって撃墜されたと主張しているものの、最低でも3発が基地のドックで修理中だった黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦、ロストフなどヌートバルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクに致命的な損傷を与えたんだって。揚陸艦ミンスクは艦上の構造物をほぼ破壊され、潜水艦ロストフなどヌーは精密構造の潜水艦において、重要な外殻に大きな損傷を与えただけでなく、その外殻に開けられた穴からは黒煙が昇るほど内部にも損傷を受けたとみられ、両艦とも行動不能に陥るどころか廃艦となる可能性が高く、ロシア海軍の被った損害はかなり大きいと言われているね。また同じ13日には、セバストポリ近海を航行していた黒海艦隊の哨戒艇に対しウクライナが、水上ドローン3隻によって攻撃を仕掛けたことも明らかになっており、これらのウクライナ軍からの攻撃について、ロシア国防省ではセバストリ港に配置されている防空部隊が巡航ミサイル7発を迎撃して撃墜し、海上においては攻撃を受けた哨戒艇が全ての水上ドローンを破壊したと主張したぜ。この攻撃でウクライナ軍が使用した巡航ミサイルは、イギリスとフランスから供与されたストームシャドウスカルプ EG と見られているな。ストームシャドウスカルプ EG はフランスとイギリスが共同開発し、
2000年以降に導入を進めている航空機から発射する空中発射型の巡航ミサイルで、ストームシャドウという呼称はイギリス側の同ミサイルの呼称であり、フランスでは、SCALPEG フランス語でサイズとミーディークロイズアイリオートノームロングーパートイエンプロイジーンラルという呼称で呼ばれているよ。ミサイルの大きさは直径 0.48 メートル全長 5.1 メートル重は 1230キロメートルとされ、本体の断面形状は四角形で、弾頭にはタンデム HEAT 弾頭が搭載されていて戦車などの装甲や建物を貫通する破壊力があり、ターボジェットエンジンの推進力によってマッハ 0.8 の速度で飛翔して 250km 以上の射程距離を持ち、GPS などによる中間誘導によって地形などに合わせて自律的に飛行しつつ、終端誘導は本体に内蔵されている赤外線画像シーカーによって正確に目標を攻撃するんだ。ウクライナ軍ではこのストームシャドウスカルプ EG を発射するためのプラットフォームとして、ウクライナ空軍が保有しているスホイ24などの攻撃機を回収して発射できるようにしているが、ストームシャドウスカルプ EG が事前にデータをインプットしておくことで自律的に飛行することから、この回収にはさほど苦労はなかったと見られていて、供与された直後と見られる今年の5月頃には、ロシア軍関連の施設や補給路にある橋梁への攻撃などに使用していたとされているね。さらに9月14日にはウクライナ保安局 SBU 関係者からの情報として2023年9月14日、クリミア半島のエフパトリア近郊に配備されていたロシア軍の地対空防空ミサイルシステム S-400 に対して、ドローンと巡航ミサイルによる攻撃によってその防空システムを破壊したことが明らかなったぜ。SBU の発表によるとこの作戦は SBU 軍事情報部門とウクライナ海軍による合同特別作戦とされ、最初にドローンによって対空レーダーなどへ攻撃を加えて、破壊した後に、ウクライナが独自に開発した地対艦巡航ミサイルネプチューン2発を、対地ミサイルとして発射してロシア陸軍の地対空防空ミサイルシステム S-400 トライアンフを破壊したらしいな。これに対してロシア国防省は、防空システムへの被害については触れず24日にウクライナのドローン11機がクリミア半島に飛来したが、11機すべてを撃墜したと発表したほか、クリミア半島の南西にあるロシア海軍黒海艦隊司令部があるセバストポリ海軍基地に、ウクライナ軍の自爆攻撃型水上ドローンによる攻撃があり、軍港警備のために航行していた哨戒艇に突入してきた5隻すべてを撃退したとしているよ。しかし、この水上ドローンによる攻撃については、ウクライナ側は水上ドローンによってロシア海軍の哨戒艇に損傷を与えた、と発表していて、双方からの情報が錯綜しているのであるが、いずれにしてもウクライナ軍による、クリミア半島への攻撃が激しくなっていることに違いはなく、22日にはストームシャドウスカルプ EG と見られる。ミサイルによってセバストポリにあるロシア海軍黒海艦隊の司令部が攻撃を受けたんだ。ロシア国防省からは同司令部が少なくとも1発のウクライナ軍のミサイル攻撃を受け、中にいた軍人1人が行方不明になっていると発表しており、ミサイルが司令部に命中したものの損害は軽微としているが、ウクライナ特殊作戦部隊によるとロシア黒海艦隊司令部に対する攻撃において、同艦隊の司令官を含む34人の将校が死亡し、他に司令部内の105人が負傷したとした上で、司令部の建物は復旧できない状態にあるとテレグラムに投稿したぜ。さらに、特殊戦部隊は黒海艦隊のビクトル・ソコロフ司令官がこの攻撃によって死亡したと伝えているが、ロシア側ではこの情報を否定し、ソコロフ司令官は無事であるとして、同司令官が映っている動画を公開するなどしているが、その信憑性は疑問視されているな。このようにこのところのロシア軍はウクライナ軍の動きに対して常に後手に回らされており、ロシア軍の抗戦能力が低下しているのではないかと指摘する声が聞かれ始めているってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍の将官が2013年9月23日に実施されたアメリカの CNN テレビのインタビューに対して、南部ザポリージャ州のベルベイブ近郊において、
ウクライナ軍部隊がロシア軍の防衛線を突破して前進を続けているとした上で、これが南部戦線において大きな突破口になるとの見方を示したよ。またアメリカのシンクタンク戦闘研究所においても21日に発表した戦況分析において、ウクライナ軍がザポリージャ州のロボーテネからその東のベルベーブにかけての戦線で、ロシア軍の防衛線を突破している可能性が高いと指摘していて、歩兵部隊の一部がすでに2週間から3週間間前には防衛線を越えていて、ここに来て戦車などの戦闘車両も防衛線を越えることが可能となっているとしていたな。さて今回はそんなウクライナ軍がベルベーブ近郊でロシア軍の防衛線を突破した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。CNN のニュースについては読売新聞が報じていて、その中でザポリージャの戦線においてロシア軍が築いた第3防衛線を突破して前進を続けていると伝えているんだけど、ベルベーブ周辺にロシア軍が構築しているのは、ザポリージャ州の交通の要衝であるトクマク防衛のための30の防衛線のうちの第2防衛線であり、さらに南のトクマクの周辺に構築されているのが第3防衛線で、ウクライナ軍はまだ第3防衛線は越えていないとの指摘があるよ。おそらく CNN が、ウクライナ軍の将官が3つの防衛線のうちの5つを超えたと語ったものを勘違いしたか、読売新聞による翻訳ミスではないかと見られているね。ただ、いずれにしてもザポリージャ州の戦線ではロボーテネ奪還後にその南にあるノボプロコピフカ方面と、西側のベルベーブ方面でウクライナ軍が前進していて、それぞれの集落にまで到達していることは間違いなく、ロシア軍の第2防衛線がすでに突破されているか、あるいは突破されるのが時間の問題との見方が広がっているな。インターネットや SNS に出回っている動画の中に、ロシア空挺軍の第56新鋭空中襲撃連隊が20日に投稿したものが複数あって拡散されているが、その映像にはウクライナ軍が西側諸国から供与されたドイツ製のマルダー歩兵戦闘車や、アメリカ製のストライカー装甲車が映っていて、それらの装甲車両がロシア軍の防御線の塹壕を越えてベルベーブの東へ前進している様子がわかるぜ。これらのマルダー歩兵戦闘車やストライカー装甲車は、ウクライナ空中機動軍空挺軍の、第82独立空中強襲旅団兵員2000人に配備されたものであることは間違いないと見られているんだ。動画の中には、ロシア軍側からウクライナ軍の装甲戦闘車の車列に砲撃が加えられているものもあり、そのストライカーのうちの1両は損傷したか撃破されるなどしているが、それでも第82独立空中強襲旅団のマルダーやストライカーをはじめ、その後ろに続く装甲車などの車列は前進を続けていたよ。しかしながらこの戦線の戦況は流動的で、ウクライナ軍がロシア軍の防衛線にどれだけの突破口を開き、どれほど前進しているかについては正確な情報が乏しいが、ロシア軍はこの方面に東部戦線に予備戦力として睨みを利かせていた空挺軍の第76新鋭空挺師団を投入していたな。そのロシア軍の中でも精鋭とされていた第76新鋭空挺師団が、ウクライナ軍において西側諸国の戦車や歩兵戦闘車などの戦闘車両が配備された。第46独立空中強襲旅団と第82独立空中強襲旅団、および陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団の前進を止められていないことは明白だぜ。このウクライナ軍の第9軍団は先月ロボーテネを奪還して解放した後、前進を一時中断して各部隊の補充と再編成を実施しており、このタイミングでロシア軍が第76新鋭空挺師団を投入したため、一部のメディアや軍事専門家がウクライナ軍が盛況な第76新鋭空挺師団に苦戦していると伝えていたが、再び第9軍団が前進を開始したことでその認識が誤っていたことが証明されたとの見方が出ているね。ウクライナ軍はこのザポリージャ州での戦線において、マルダー歩兵戦闘車とストライカー装甲車を先頭に押し立てて、その後方から射程の長いイギリス製の主力戦車チャレンジャー2やドイツ製の、レオパルト2の戦車型によって火力支援を行う戦術を取るようになっていることが指摘されているんだ。これまでのウクライナ軍は、
現在ドネツク州南部でアゾフ海沿岸のマリウポリ奪還を目指して前進を続けている4個海兵旅団のように、装甲兵員輸送車と機動力の高い T-80 などの戦車を組み合わせて進行させる昔ながらの機甲戦術をとっていたよね。しかし、そのような機甲戦術は戦線の航空優勢を確保している状況下で空からの空爆支援があって初めて機能するものであり、そもそも航空戦力が圧倒的にロシア空軍に劣っていたウクライナ空軍が航空優勢を確保することは困難であり、アメリカがようやく提供を承認した F-16 ファイティングファルコンが、ウクライナ人パイロットの操縦訓練を終えて配備されるのは今年の秋以降になると見られているよ。今のザポリージャ州で見られるウクライナ軍の戦術は、その空からの支援の代わりに西側の主力戦車をやや後方に置いて火力支援として運用し、さらには高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの、多連装ロケット砲システムマースから発射可能な GPS 誘導の長射程ロケット弾も地上部隊を支援する火力として運用しているぜ。本来であれば航空優勢を楽に確保できるだけの航空戦力を保有しているロシア軍は、ウクライナの反転攻勢に対して徹底的に空爆を実施すれば、想定より遅いとされながらもウクライナ軍が前進している状況を一変させることができるのであるが、なぜかロシア軍はウクライナ侵略には航空戦力の投入を躊躇しているってわけだ。ロシア軍は侵略を開始した当初、ウクライナ軍の防空システムの破壊が不十分であったことから、空挺部隊を搭乗させた輸送機ごと撃墜されるなどの失態を犯し、戦闘機やヘリコプターなどにも多大な損害を出したことがトラウマとなっているのか、ウクライナ上空に航空機を飛行させることを躊躇させているというよ。また、ウクライナに西側諸国から地対空ミサイルによる防空システムが供与されているためにロシア軍が躊躇しているとする声もあるけど、ウクライナは供与された地対空ミサイシステムをロシア軍の巡航ミサイルなどによる無差別攻撃から、首都キーウをはじめ各主要都市を守るために配備していて、地上部隊の防空には運用されていないと見られているみたい。そのためにロシア空軍機を投入することにさほどの危険はないと見られているのだが、なぜかウクライナ軍の反転攻勢を阻止する対策としては、塹壕というの派と呼ばれる対戦車障害物などで構築された防衛線を用意しただけで、結果的にウクライナ軍の進撃を許してしまっているわけだ。それだけでなく、従来の戦術論においては守備が固められた攻略目標を攻撃する側の軍隊は、守備軍の3倍の兵力や装備が必要とされていて、それも航空戦力による支援があってのこととされているぜ。そのためにウクライナ軍はこの空からの援護がない反転攻勢において、守備側の3倍程度の損害では済まない可能性を指摘する声が多く出ていたな。しかし、6月初旬に反転攻勢が始まってからここまでのところでは、ウクライナ軍は攻撃側であるにもかかわらず、人員や兵器の損耗を守備側のロシア軍よりも少なく留めていると見られているよ。ロシア軍がこの先も航空戦力を展開せずにウクライナ軍の前進を許すのか、あるいは空爆によって一気に戦局を変えようとするかはわからないけど、ウクライナ軍はザポリージャ方面の援護に使用可能なクリミア半島のロシア軍航空基地に攻撃を加えているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍が6月初旬に始めた反転攻勢の攻撃軸の一つである南部ザポリージャ州の戦線において、ロシア軍が構築したスロビキンラインと呼ばれる30の防衛ラインの第一防衛ラインを、この戦線でロシア軍に占領されていたロボティネを奪還解放したウクライナ空中機動軍空挺軍の、第82空中強襲旅団や第46空中機動旅団が突破したことが8月末に伝えられたよ。スロビキンラインとは、今年の春から初夏の間に、ロシア軍のセルゲイ・スロビキン上級大将の監修下において構築された防衛ラインで、幾重にも掘られた塹壕というの派と呼ばれる対戦車防御用障害物などによる、防衛ラインと数十万個とも言われている地雷が敷設された広大な地雷原などで構成されていて、特に高密度に地雷が埋められている地雷原はこれまでにない規模であることから、
ウクライナ軍の反転攻勢の勢いを防ぎその進捗を大きく遅らせている一番の要因とされているな。さて今回はそんなウクライナ軍がスロビキンラインを突破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この三重の防衛ライン構築を指示したスロビキン上級大将は、民間人の犠牲を厭わない指揮を取る残忍な将軍として知られていて、2017年のシリア内戦ではアサド政権を支持するロシア航空宇宙軍の司令官として、空爆作戦の経験がないにもかかわらず、シリア北部の大都市アレッポの大部分を消滅させる空爆を指揮したことでも知られていて、スロビキン上級大将は、このシリア内戦において無制限の空爆と民間人への攻撃を繰り広げたとしてアルマゲドン将軍との異名で呼ばれているんだ。2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵略戦争開戦時は、当初在ウクライナロシア軍の南部軍集団司令官であったが、同年10月8日に在ウクライナロシア軍の総司令官に任命されたことが公表されたのであるが、2023年1月11日、突然ロシア軍総司令官から解任され、後任にロシア軍参謀総長のワレリー・ゲラシモフ大将が総司令官に任命され、スロビキン総司令官は副司令官に降格されたことが国防省より発表されたよ。このスロビキン上級大将の更迭については、ロシアのクレムリン内での政争が大きく影響していると見られているな。権力争いから脱落したと見られるスロビキン上級大将はその後、2023年6月23日に反乱を引き起こした。ロシアの民間軍事会社ワグネルグループの創始者エフゲニー・プリゴジン氏に同調したとの嫌疑で逮捕されたと報じられるなど、しばらく所在が不明であったが、9月15日にロシア国防省のアルジェリア訪問団に参加していると報じられて、ワグネルの反乱に加担したとは見られておらず、未だ軍の中枢に留まっているものと見られているぜ。ロボティネを解放してスロビキンラインの第1防衛ラインを突破した第82空中強襲旅団や第46空中機動旅団は、そのままロボティネの南にあるノボプロコピウカの奪還に向かうものと見られていたけど、ロボティネから東に進路を変更してベルベボへ向かったんだ。ベルベボは人口1200人ほどの集落であるが、ウクライナ軍はロシア軍の第58諸兵科連合軍や他の野戦軍のほか、東部ドンバス地方のルハンシク州から引き抜かれて配置されたと見られている。第76新鋭空挺師団が待ち構えているとされているノボプロコピウカ対して損失が膨らむ正面攻撃を避けて、東のベルベボからスロビキンラインの第2防衛ラインの脆弱な部分を回り込み、ノボプロコピウカの東側面から攻撃するのではないかとの見方が出ているね。ウクライナ軍のオレクサンドル・タルナフスキー司令官はアメリカ CNN のインタビューに対して、タルナフスキー司令官はさらにノボプロコピウカの先にあるトクマクは通過点であって最低限の目標だとして、南部ザポリージャ州の戦線におけるウクライナ軍の最初の目標である、ザポリージャ州の交通の要衝でロシア軍の戦略拠点であるトクマクを奪取することで、反攻の大きな突破口になるとの見方を示したんだ。そして、現在のロシア軍はトクマクまでの防御ラインの深さによって我々の進軍を止めようとしているが、トクマクを奪還した後には大きな突破口が開かれると信じているとして、トクマクまでの約 20km に展開しているロシア軍を破ることでザポリージャ州の戦況が、一気に進展する可能性があると指摘したみたい。さらに同司令官は、トクマクは最低限の目標であり、この先雨季から冬季となる天候は前進の際に深刻な障害となる恐れがあるが、ここ最近我々の前進方法を考えると、ほとんど車両を使用しない戦術であるため反攻に大きな影響を与えるとは思わないとした上で、大規模で電撃的な昨年のハルキウ州のような反攻作戦を予想していた人がいることは理解できるが、これは単なる競争ではなく、時が移ればロシア軍の戦術も変わり、当然使用する武器も変わってくるというよ。ウクライナ軍のこの攻撃軸における目標はあくまでザポリージャ州メリトポリであり、アゾフ海沿いの交通の要衝であること都市を奪還して解放することで、ヘルソン州南部やクリミア半島に駐留しているロシア軍に対する、
ロシア本土からアゾフ海沿いの陸の回廊と呼ばれる補給路を遮断することにあるぜ。その上でそれらの非占領地のロシア軍部隊を兵糧攻めにして降伏に追い込むことができれば、一気に領土を取り戻すことが可能になるってわけだな。ウクライナ軍としてはこの秋のうちに、雨季を迎えて地面がぬかるむ前にメリトポリまでを奪還し、ヘルソン州のロシア軍部隊をクリミア半島に後退させて、クリミア半島への道路と鉄路を閉鎖した上で、クリミア半島の東端とロシア本土のグラスノダール地方との間にあるケルチ海峡に架かるクリミア大橋を通行不能にすれば、大きな損失を出しながら攻め入る必要はなく、あとはクリミア半島のロシア軍が音を上げて降伏するのを待てばいいからね。さらに、セバストポリに居座るロシア海軍黒海艦隊の艦艇に対して、最近実施して攻撃を継続して全艦艇を航行不能にするかノボロシスクの海軍基地に追い出してしまえば、黒海の西側海域の海上優勢を確保することもできるよ。そのため、ウクライナのゼレンスキー大統領はすでにこの侵略戦争が長期化することを踏まえて、西側諸国に対しての支援継続を強く願う行動に出ていて、9月17日に放送されたアメリカの CBS テレビのインタビューでは、ウクライナがロシアに屈服してしまったら10年後の国際社会に何が起こるかをよく考えてみてほしいとして、ウクライナの次に、ロシア軍はポーランドに押し寄せるであろうと指摘した上で、そのような事態になったら次はどうなるか？第三次大戦の勃発ではないか？と警告したぜ。そして、私たちは今、全世界の価値を守っていて、ウクライナの人々はそれに対して最大の代償を払っているとし、私たちは自由のために戦っており、世界を破壊しようとする核保有国と戦っているとした上で、プーチンを止めるのか、それとも第二次世界大戦を始めるのか、世界が決断しなければならないと国際社会に問いかけたってわけだ。ここまでウクライナ軍は西側諸国、特にアメリカからの軍事支援によって国力に圧倒的な差があるロシアからの侵略を阻止して、占領された国土からロシア軍を駆逐しようとしているんだけど、腐っても大国であるロシアが簡単にウクライナから撤退することは考えにくく、この侵略戦争が長期戦になるとの見方が多いね。その情勢の中で、ウクライナ軍が次の冬が到来する前にどれほど国土を奪還して解放できるか、今後も支援を受けるためにはその進捗が問題となるとみられ、ウクライナにとってはあと1から2ヶ月の戦果が重要となるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近代戦における大砲兵戦とは、対峙している砲兵部隊同士がそれぞれ殲滅を狙って直接砲撃し合う戦闘のことを指し、どちらかが壊滅あるいは解消するまで撃ち合う戦闘だよね。しかしながら、このウクライナ侵略戦争におけるウクライナ軍砲兵部隊の戦い方はこれまでとは違うとして、ウクライナ軍砲兵部隊のベテラン将校が榴弾砲同士が撃ち合う砲撃戦は過去のものになったと語っていることが伝えられているぜ。今回はウクライナ侵略戦争における大砲兵戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このウクライナ軍将校が語るところによると、大砲兵戦の戦い方を変えたのは、ドローンと精密誘導弾、そして大砲兵レーダーの存在であるというんだ。この侵略戦争でこれまでに最も脚光を浴びた兵器といえば、なんといっても無人航空機 AUV ドローンだろうね。開戦当初に話題となったドローンは、トルコ製の偵察監視攻撃のいずれの任務もこなせる大型ドローン、バイラクタル TB2 で、特に侵略開始当初の2022年3月にウクライナの首都キーウを目指して侵入してきた。ロシア軍部隊の車列に攻撃を加えるなどして、首都防衛の盾役者として称賛する歌などが作られるなどしていたな。また2022年4月にはウクライナに対してアメリカから、自爆攻撃型ドローンスイッチブレードが100機供与され、ロシア軍の兵員や戦車などを攻撃する動画などが出回ったぜ。ウクライナ軍ではスイッチブレードは、ウクライナ軍の特殊部隊を中心に実戦で使用されているとしており、供与したアメリカ軍がウクライナ軍兵士を訓練した上で、
ロシア軍への攻撃に運用され戦果を上げていることが明らかになっているよ。ウクライナ軍では国外からウクライナを支えてくれるパートナーの支援によって、ウクライナ軍兵士への訓練が試され前線で良い戦果を上げていることが証明されたと伝えているんだ。このアメリカが供与したスイッチブレードは、エアロバイロンメント社によって開発された、自爆攻撃型無人航空機徘徊型兵器で、アメリカ陸軍が開発を進めてきた。殺傷性小型飛翔弾薬システムリーガルミニアチャーエアリアルミサイルシステムとして開発されたドローンで、アメリカ軍の他にイギリス軍が運用していたもので、今回供与されたウクライナ軍がそれに加わったってわけ。攻撃用としては2つのタイプがあり、人員や飛走行車両などソフトターゲットを標的とする小型のスイッチブレード300、戦車など装甲車両を標的とするスイッチブレード600があり、その他に偵察監視用の非武装のブラックウィングもあるぜ。これらの攻撃型ドローンがロシア軍砲兵部隊を攻撃することももちろんあるが、ウクライナでの大砲兵戦において、ドローンがこれまでの戦いを変えたのは、敵砲兵部隊が展開している地点の探索と、そこに攻撃を加えた際の弾着の確認を確実に実行できるようになったことだろうな。これまでの大砲兵戦においては、偵察や弾着確認は敵陣深く潜入した偵察部隊やヘリコプターなどの航空機からの目視によって行われていたものが、偵察用ドローンを飛行させることで安全に実施できるようになったよね。ウクライナでは侵略戦争以前から UAV が急速に普及していたとされ、それらの技術が軍事用に転用されているよ。戦場でドローンを使用することにより、指揮官は敵軍の配置と動きに関する情報を素早くかつ正確に収集でき、射撃位置や砲撃目標を調整することができ、さらに、ウクライナ軍はこれらのデータを精密誘導砲弾や、ロケット弾などへインプットすることで砲撃の精度向上を図っており、軍は核攻撃の効果を最大化しつつ、周辺の一般住民への巻き添え被害を最小限に抑えることができ、さらに、ドローンを使用することで、砲兵部隊指揮官は自部隊による攻撃の効果を素早く評価することが可能となり、それに応じて戦術を調整して砲撃の効果を最大化し、目標を確実に破壊殲滅することができるんだ。また、ドローンの使用によって大砲兵戦における死傷者発生リスクを大幅に減らすことができるというぜ。無人のドローンを、偵察やターゲットの捕捉監視などの敵地への潜入が伴う危険なタスクにおいて、兵士の代わりに使用することにより、ウクライナ軍は大砲兵戦での死傷者発生リスクを大幅に減らすことができているな。もちろんロシア軍の砲兵部隊も偵察ドローンを活用しているが、ドローン技術がより発達しているウクライナ軍は、ドローンの運用に人工知能 AI テクノロジーを活用することでロシア軍とは大きな差があるぜ。AI 対応ドローンは、戦場における現在のターゲットだけでなく潜在的なターゲットも炙り出し、これらのターゲットが配置されている状況を識別することができ、さらに読み取った地形データを分析することで、敵軍の部隊配置がもたらすリスクをより正確に分析して評価し、自軍砲兵の配置などについてフルタイムにより正確な決定を下すことができるからね。また、ウクライナがアメリカから供与されているアメリカ製の 155mm 榴弾砲用の GPS 精密誘導砲弾である、M982 エクスカリバーや高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システム、MLRS から発射可能な GPS 精密誘導ロケット弾 GMLRS の M30、M31 などの存在も大砲兵戦を変えたとして、ウクライナ軍砲兵部隊将校は指摘したよ。ロシア軍にも独自開発の誘導弾が存在しているとしながらも、その精度はアメリカ製の誘導弾と比べれば、大きく劣っているとされているだけでなく、それらの保有弾数も少ないと見られウクライナ軍と同様には活用できていないとも指摘したな。ロシア軍の砲兵部隊にはこれらの精密誘導砲弾によって確実に砲撃が加えられ、さらにアメリカ製の誘導弾が長射程であることから、ロシア軍砲兵部隊に砲弾を供給する後方の弾薬庫などの、兵站施設にも砲撃を加えることで砲弾の補給がままならない状況に陥れているため、
ロシア軍からの砲撃が明らかにヘリ戦力の弱体化に成功しているとされているんだ。一方、ロシア軍にはこうした砲撃が可能な砲弾やロケット弾がなく、大砲兵戦においてロシア軍砲兵が、命を守るには幸運を祈るしかないこととは対照的に、ウクライナ軍砲兵部隊は被害を最小限に抑えて有効な砲撃を加えることができているというぜ。また、ウクライナ軍砲兵部隊がロシア軍砲兵部隊に対して優位に立てる要素として、イギリスとフランスから供与された長距離巡航ミサイル SCALPEG ストームシャドウの存在も大きいらしい。SCALPEG ストームシャドウはスホイ 24M 爆撃機などに搭載され、250km 以上を巡航して GPS 誘導などによって、正確に目標を攻撃する空中発射型の対地ミサイルで、これによって GMLRS では攻撃が難しい場所にある、ロシア軍の兵器庫弾薬庫などを攻撃して戦果を上げているとされているよ。また、ウクライナ軍が大砲兵戦を有利に展開している要素として大砲兵レーダーがあるんだ。アメリカは2014年のロシアによるクリミア侵攻の後からウクライナに対する軍事支援を行っており、いくつかの最新鋭兵器を提供していて、その中の一つに ANTP936 大砲兵レーダーがあるね。クリミア侵攻の翌年2015年に ANTP936 大砲兵レーダー2機をウクライナに提供していたほか、侵略開始後の軍事支援として2022年3月10機を供与し、オランダからも5機がウクライナに送られていたんだ。この大砲兵レーダーとは索敵範囲内に侵入する砲弾やロケット弾を検知し、それが発射された砲撃地点を検出し、敵砲兵部隊の位置を迅速かつ自動的に探知して速やかに反撃することを可能にするもので、このレーダーによってウクライナ軍砲兵部隊の損害に対しロシア軍砲兵部隊の損害は3倍以上に上っているぜ。ロシア軍も大砲兵レーダーを運用しているものの、最前線での大砲兵レーダーの不足を訴えていたロシア軍。第58連合軍のイワン・ポポフ少将が解任されるなど、その絶対数が少ないと見られているな。このようにウクライナの戦線で現在展開されている大砲兵戦においてはウクライナ軍が優勢となっていて、反転攻勢作戦の進捗に大きく貢献しているとされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍は2023年9月17日にそれまでの数ヶ月に及ぶ激戦の結果、東部ドンバス地方ドネツク州バフムートの南約 8km にあるクリシチューカとさらにその南にあるアンドリーウカの集落を奪還したことを発表していたよね。だが、その後それら集落を奪い返そうとするロシア軍との間で10回以上の戦闘が行われており、その全てをウクライナ軍が撃退したとしているぜ。さて今回はウクライナ軍がバフムート近郊のクリシチューカの奪還に成功した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍は、9月24日にそのクリシチューカ集落の様子を偵察用ドローンによって撮影した動画を公開したよ。そのドローンによって撮影された動画には、戦争前には約400人の住民が住んでいたとされる。小さなクリシチューカ集落の建物がすべて破壊され廃墟と化している様子と、集落の中を通っている道路にはウクライナ軍の攻撃によって破壊された戦車や歩兵戦闘車な、その装甲戦闘車両が数両乗り捨てられている様子が撮影されていたんだ。クリシチューカにある高台からは 8km 北のバフムートとそこに繋がる兵站補給用の道路を見渡すことができ、バフムート奪還を目指すウクライナ軍にとっても、防衛に回っているロシア軍にとっても戦略上重要な拠点であり、このクリシチューカの高台を確保したことで、ウクライナ軍のバフムート奪還に現実味が帯びてきたとする声が上がっているな。9月17日にクリシチューカを奪還したのはウクライナ領土防衛隊に所属する国家警察所属のユート旅団と、第80独立空中強襲旅団及び第5独立強襲旅団による混成部隊で、その数日前に南隣でやはり廃墟と化していたアンドリーウカは第3強襲旅団によって奪還されていたぜ。ウクライナのゼレンスキー大統領は17日のビデオ演説において、
これら部隊に対してバフムート地域で領土を徐々に取り戻しつつある戦士たちを評価したいと述べてその栄誉を称えたよ。ウクライナ軍東部戦線司令部の報道官もクリシェイフカ解放を確認したとして、17日にクリシェイフカは正式に占領者から解放され解放された地域の安定化と、ロシア軍が埋めた地雷の除去が進められているとした上で、我々は多くのロシア兵と装備に損害を与え、深刻な敗北をロシア軍に与えたが、クリシェイフカを確保したことでバフムートに駐留しているロシア軍の側面を露出させることに成功し、バフムートへの南側からの兵站ルートである幹線道路 T51 を掌握することが可能な地点まで進出したと述べているね。クリシチューカ近郊のバフムートを見下ろせる重要な要衝である高地からじゃ、ウクライナ軍がバフムートに駐留しているロシア軍やその兵站施設や補給路に対して、精密な砲撃を実施することが可能となるため、ウクライナ軍がこれまで通りに榴弾砲やロケット弾による砲撃によってバフムートのロシア軍を損耗させ、バフムートを奪還する可能性が高まったことが指摘されていて、クリシチューカから撤退したロシア軍はこの地域にあった予備戦力を総動員してクリシチューカの西側を南北に通る鉄道路線と、そのさらに西側に並行している幹線道路 T513 を死守しようと防衛ラインの確立を急いでいると見られているんだ。バフムートを含む東部戦線において、昨年バフムート制圧に貢献したロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊で戦っていた戦闘員が、最近になって戻ってきていることをウクライナ軍が明らかにしているね。ワグネル戦闘部隊の傭兵たちは昨年の5月、多大な損害を出して占領したバフムートから撤退して、支配した地域をロシア正規軍に明け渡して後方に撤退したな。後方に下がって再編などを実施したワグネル戦闘部隊は6月、先日暗殺されたとされる創設者のプリゴジン氏に率いられ、首都モスクワに向かって進軍する反乱を起こしたものの失敗に終わった後、クレムリンロシア大統領府が解体してロシア正規軍への編入が進められているとされていたぜ。ウクライナ軍東部部隊の報道官であるセルヒー・チェレバキ氏は27日、ウクライナに再び舞い戻ってきたワグネルの元戦闘員は、ロシア国防省やその関連組織の一員として働いており、ワグネルの戦闘部隊としてではなく個人レベルで参戦しているとの見方を示したよ。ジェレバキ報道官が CNN に語ったところによると、現時点で、東部前線の我が軍と対峙している各方面のロシア軍には地域ごとに数百人の元ワグネル戦闘員がいるとしているみたい。しかしながらジェレバキ報道官は、元ワグネル戦闘員が復帰していることについては重大視しない考えを示していて、ロシア軍では人員が不足しているため、もはや誰でも構わず最前線に送り込んでいる状況だと指摘しているな。バフムート近郊での戦闘に参加しているウクライナ軍兵士も、元ワグネルの兵士が戦線に戻ってきたとして、CNN に語ったとして伝えられているぜ。このことについてはウクライナ軍のタルナフスキー司令官が、ワグネル戦闘員が東部戦線のみならず南部戦線の随所に登場していることを明らかにしていて、同司令官は一部の方面に元ワグネルの戦闘員が出現しているのは確かであるが、それが東部戦線かヘルソン州なのかは言えないとし、それを裏付ける事実は、ワグネル戦闘部隊の隊員がつけている彼らのバッジが、最前線のあちこちで絶え間なく見られるということだと述べているらしい。同司令官は、これまで対峙していたロシア軍部隊が戦術的な動きについてこれまでよりこなれた動きを示した際には、彼の部下たちはワグネル戦闘員の存在を常に疑っているとも指摘しており、我々が計画した攻撃が、これまでになかったような手立てで阻止された場合には、そこに歴戦のワグネルの戦闘員が介在していることを疑っていると主張したね。このように東部戦線や南部戦線のザポリージャ州などにおいてウクライナ軍の反転攻勢が、ようやく動き出したことが伝えられている反面、ロシア側が黒海からのウクライナ穀物輸出協定を破棄したことによって、ロシア軍がウクライナの穀物輸出を阻止しようと、黒海西部にある港湾都市オデーサなどへのミサイルやドローンによる攻撃を激化させていることが報道されているんだ。オデーサには9月25日にもロシア軍による、超音速ミサイルオニクス2発と巡航ミサイルカリブル12発、
ドローン無人機19機による攻撃があり、港に大きな被害を受けているよ。ロシア軍はさらにオデーサに対して、翌26日にも自爆攻撃型ドローン38機による飽和攻撃を実施し、ウクライナ軍はそのうちの26機を撃墜したものの、倉庫1棟とトラック10数台が損害を受けたほか、運転手が2人攻撃の爆発によって負傷したぜ。この攻撃によってウクライナと対岸のルーマニアを結ぶドナウ川の連絡線の運行が停止され、ドナウ川を挟んだルーマニア側から撮影された映像には、ウクライナ軍の対空陣地から発射された栄光弾の赤い光跡が上空伸びていく様子がはっきり映されており、それによって撃墜されたドローンが爆発炎上する様子が撮影されているな。ルーマニア国境警察によれば、この空爆のためにドナウ川の連絡線はルーマニア側のイサクチャ港に係留されており、陸路の交通はドナウ川のさらに上流にあるルーマニアのガラチ経由に変更されたというよ。ロシア軍は、ウクライナの穀物輸出の拠点の一つであるドナウ川河口にあるイズマイル港を攻撃の標的にしているみたい。さらに26日には、ルーマニアとの国境に位置するオデーサ州のウルリフカ検問所がロシア軍の無人機攻撃による攻撃を受け、それを報じたイギリスの BBC 放送によると同検問所はルーマニアとの間にある唯一のフェリー検問所であり、この攻撃によってトラック数十台が損傷して、二人が負傷したとされているね。これについてルーマニア国防省はロシア軍による不当かつ違法な攻撃を非難するとの声明を出しており、ルーマニア側にも無人機の破片が落下するなどしており、ロシアとルーマニアの間においても緊張が高まっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。